皆さんどうもどうも、今回は殴る顔を決めれるゲームをやっていきたいと思います。よし、じゃあ霊夢、顔になれ。え、真っ先に私ですか？殴りたい顔と言ったらお前しか出てこないんだ。まあいいでしょう。でもどうせ殴るなら私の可愛い写メにしてね。の前に安定の英語ができないウプ主のために読みを日本語に変えてっと。よし、じゃあはめ込む霊夢の顔を決めるか。では今回は私が敵側だね。それでは顔が決まるまでカット。では霊夢にご登場していただきましょう。ちょっとマリサ、何このフィット感。このゲームのために存在してる顔じゃん。私もはめ込んでみた時びっくりしたんだぜ。こうやって色も変えれるんだな。まあ気持ち悪い顔をさらに気持ち悪くするのもあれだし、今回は普通でいいか。おお、服装も決めれるんだ。お願いマリサ、ここはぜひ私に決めさせてよ。まあ別にいいが、できれば面白い感じにしたかったんだぜ。やっぱり視聴者さんが喜ぶ格好の方がいいよねー。お前のセクシーな絵なんて誰も見たがらねえよ。おお、これなんて最高です。まさにエロス、究極のエロス。頼むからウサ耳は勘弁してくれよ。大丈夫大丈夫、ではこれでいいかな。あとはステージか、と思ったが他のステージを選ぶにはコインが必要みたいだし、二つのうちどちらかか。まあここはスタンダードにストリートにしておくんだぜ。ねえマリサ、この勝負に負けた方は罰ゲームしようよ。まあ私が負けるわけないし、いいんだぜ。ふふふ、その言葉、後悔させてやります。ということで負けたら、どうしよう、決めてないんかい。決めました。じゃあ負けたらホモのバカゲーを怪力キーと実況するでいいかな。随分とハイリスクだな。アベキあたりでもやるか。やるゲームも考えます。もしおすすめのホモゲーがあったら教えてください。よし、じゃあやっていくんだぜ。絶対負けないぞー。うわ、気持ち悪い。マリさんくん、今日はエイプリルフールじゃないですよ。という雑談はこれぐらいにして、いよいよ勝負の時です。マナーとして挨拶しておくか。それでは対戦、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあマリサ、この天才に勝てるとお思いですか？もしそう思ってるなら大きな間違いです。小さい頃からいじめられ、殴りに殴られること数億年、今や鋼の肉体とかした私の体にダメージを入れれますか？なんだろう、すごいかわいそうになってきたんだが。同情するなら金をください。同情はしねえ。今のところほぼ互角か。しかしガードをうまく使えばいけそうだな。マリさんくん、残念ですが私には超必殺技があります。え、ほんとかよ。必殺？パーンチ、それは必殺でもなんでもねえ。ちょっとマリサ、痛いよ。勝負なんだ、仕方ねえだろ。ねえマリサの腕に毛が生えてるんだけど、無駄毛処理してる？うるせえ、こっちは男のキャラなだけだ。やばい、負けてる。よしよし、ガードをうまく使っていけばいけるんだぜ。ねえマリさんくん、さっきの罰ゲームの話なんだけど。断る、まだ何も言ってないじゃん。どうせ罰ゲームをなしにしてくれとか言うんだろ。そんなこと言いません。罰ゲームをなしにしてくださいまし。言い方、というか語尾が変わっただけだろ。やばい、このままじゃ怪力キーとホモゲーをする羽目に。視聴者の皆さん、楽しいホモゲーがありましたらぜひ教えてください。視聴者の皆さん、教えなくて結構です。さーて、じゃあラストスパートといくか。あ、諦めるな天才。お前はボクシングの天才モハメドアリだ。蝶のように舞い、蜂のように刺す。そして霊夢のように天才。最後の言葉だけはいらねえ。じゃあ霊夢、さよならだ。いやあ、ん、ふう、いい戦いだったんだぜ。おっと、そしてコインゲット。じゃあ霊夢、罰ゲーム楽しみにしてるんだぜ。それでは今回はこれで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは。